アグネスフライトは、日本の競争馬主母馬である。主な勝ち倉は2000年の東京優秀、京都新聞杯。デビューは、比較的、遅い3歳の2月、京都競馬場で行われた、新馬戦を勝利する。2戦目の若葉ステークスでは12着に敗れ、サツキ賞には出走できなかったが、 若草ステークス、京都新聞杯を制し、東京優春へ出走するために、十分な賞金を確保した。東京優春では、同競争3連覇のかかった、竹豊貴城のサツキ賞優勝馬エアシャカールを、直線で、猛然と追い上げ花さで勝利した。安城の川地洋は、初の東京優春制覇となった。 秋初戦の神戸新聞杯は2着に敗れるが、エアシャカールには先着する。しかし、一番人気で迎えた三冠最後の菊花賞では、エアシャカールの5着に敗れる。その後ジャパンカップに挑んだが、13着に敗れた。ジャパンカップ出走時小場となった翌年、京都記念を2着とまずまずの滑り出しを見せるが、自創の大阪杯で10着に敗退後、屈剣への発症。 一年七ヶ月の長期休養を余儀なくされる。そして、2002年の天皇賞で復帰するの15着。ジャパンカップでは16着と最下位に敗れてしまう。その後、6歳まで現役を続けたが、東京優勝以降、一度も勝ち星を挙げることができず、2003年の阪神対商店を最後に現役を引退した。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づく。東京優春勝利後ファンの声援に応える河内王と、アグネスフライト2003年5月に引退し、日高スタリオンステーションで、種めぼ入りした。2004年より62頭に種付けを行い、その後、ファーストクロップとなる3区は27頭が、決闘登録された。この年には、素形ヘルニアを患っている。 2006年には、種付け数が92頭にまで増加したが、種ボバ成績は前、弟アグネス・タキオンに及ばないどころか、成績自体が全く振るわず、年々種付け頭数は減少していった。アグネス・タキオンは2008年 JRA 総合、リーディングサイアーとなり、2009年に死亡したが、その後も、血統構成は同じながらアグネス・フライトの、 タネボバとしての需要は伸びず、2010年の種付け数は、わずか2頭となっていた。2011年6月24日をもって、日高スタリオンステーションを、対馬やタネボバを引退し、生まれ故郷の八代大ファームで余生を過ごすこととなった。2007年、8月12日に、札幌競馬場で行われた二歳新馬戦を、3区の丸松フライトが勝利した。 この勝利が、三区の中央、地方を通じての初勝利である。ありがとうございます。